フェブラリーステークス第37回フェブラリーステークス第37回フェブラリーステークスは2020年2月23日に東京競馬場で施行された競馬の競争であるモゼア・スコットが優勝した本年より一着賞金約11億円を誇る世界最高額レースサウジカップが創設されたこれに伴い日本からはクリソベリル ゴールドドリームとダート路線のエース角二等が、リアドバジクラブからの招待を受け、サウジアラビアへ遠征し、そのまま、ドバイワールドカップへの出走を視野に入れることになった。例年、本競争や川崎記念をステップに、ドバイに向かう馬が多かったところがこれがいなくなり、ルバンスレーブも度重なる故障で2019年から、全球、さらに前哨戦の東海ステークスを勝ったエアールマスも、 レース後に骨折が判明し、出走不可能となった。そのため JRA 所属場でダート GI 制覇の経験があるのは、インキとケイティブレイブ、サンライズの場だけと、例年と比べればいささか小粒な構成となった。その一方で、芝の GI 競争を制したタイムフライヤーとモズアスコットが、それぞれ前年のムサシノステークス、本年のネギシステークスを構想した回ダート適性を、 示して参戦。地方勢は、南関東公営競馬からダートグレード競争で、中央馬と互角に競った面々が計4頭エントリーするなど、多彩なメンバーが揃った。以下の結果は netkeiba.com の情報に基づく。第20回チャンピオンズカップ GI 第65回、東京大賞展0 g i 第37回、東海ステークス GII 第34回。 ネギシステークスギー前日時点で、単勝オッズ一番人気に押されたのは、モズアスコットで2.8倍、次2番人気に、インキで3.6倍、3番人気に、前年のマイル CS 南部杯を制した、サンライズノバで6.9倍、4番人気に、東京ダート1600メートルで負けなしのアルクトスで8.0倍と、ここまでが、単勝オッズ一桁台の支持を集めた。 以下の情報は netkeiba.com による2020年2月23日第1回東京競馬第8日目第11競争天気晴れ馬場状態量発送時刻15時40分前場がほぼ揃ったスタートを見せるとまずはダートコースに入るところでワイドファラオが花を奪い競りかけるようにアルクトスブルドックボスがそれを追走 逃げ先方を得意とする陰気もこの辺りに位置し、花を切ることはできなかった。中段前目の行為からベンジェンス、一番人気のモゼア・スコットはその内やや後ろに位置取った。ケイティ・ブレイブが中段に、ノンコの夢やサンダイズの場が後方に、最後肩グループから、キングスガードやモジアナフレーバーが追いかける体制となった。前半800メートルを46秒4の流れた。 ペースで通過し、直線に向かうと各馬が追い出しを開始。まずは、ワイドファラオや、タイムフライヤーらの先行勢が先頭を争う。同じく先行していたインティは花を切れなかったためか、直線でも手応えがなく、次第に交代していった。残り200メートルになり、先行勢の脚色が衰えると行為につけていた、モゼアスコットが鋭い末足で先頭に踊り出る。れて、 ケイティブレイブやサンライズの場も上がってきたが及ばず、モズア・スコットが先頭でゴール優勝した。勝ちタイムは1、35.2。2着には最低人気ながら後方から追い込んだケイティブレイブが、一馬身1、4差の3着にサンライズの場が入った。以下の情報は netkeiba.com に基づく。データ払い戻し GI は、 前年のフェブラリーステークス。その他 GII の東海ステークスを制覇。J プニーは3勝。その他ダートグレード競争を7勝。J プニーは1勝。その他重賞2勝。フェブラリーステークスに参戦するために、中央へ一時転入したブルドックボスを含む。これは同馬を管理する、浦和、国母里市長教師の調教師免許が2018年に、 旧社の所属場で発生した禁止薬物検出問題を受け、2019年4月から2020年3月まで南関東限定に制限されていたためである。フェブラリー S、地方のオスブルドッグが中央空。1レース限定遺跡で一発に地震スポーツ日本。2020年2月19日。2020年12月11日。閲覧。ドバイワールドシー、クリソベリル。 マスターフェンサーらが、予備登録競馬ニュース。netkeiba.com。2020年1月29日閲覧。クリソベリルが、サウジシーに選出され、受諾安城は、墨ン機種。競馬予想のウマニティ。サンスポ日本放送公認 SNS。2020年1月29日、閲覧。クリソベリルとゴールドドリームが、サウジシー招待受諾。 日刊スポーツ。2020年1月29日閲覧。JRA、ルバンスレーブはフェブラディーエス回避。ドバイワールドシーも登録せず競馬ニュース。netkeiba.com。2019年3月23日閲覧。ルバンスレーブ、左前足不安で、帝王賞を回避。www.sponichi.co.jp。 2019年6月18日閲覧。JRA、東海 S 制覇のエアールマスが骨折、全地未定。Yahoo ー,ース。w s 2020年2月23日閲覧。チャンピオンズカップレース結果2019年12月1日。中京 11R。NETKEIBA.com。2020年2月24日閲覧。 東京大商店競争レース結果2019年12月29日大い 10R.netkeiba.com 2020年2月24日閲覧。東海テレビ杯、東海 S 結果、払い戻し2020年1月26日京都 11R レース情報。netkeiba.com 2020年2月24日閲覧。 ネギシステークス結果、払い戻し2020年2月2日、東京 11R レース情報。netkeiba.com。2020年2月24日閲覧。フェブラリー r S, モズアスコットが2.9倍で一番人気。j r ン前日オッズ競馬ニュース -netkeiba.com。news.netkeiba.com。 二千二十年二月二十三日閲覧フェブラリーエス出馬表。二千二十年二月二十三日東京十一 r レース情報 netkiba e。T K e I B A. com。二千二十年二月二十二日閲覧。二千二十年フェブラリーステークスプレ,レーティング。jra。www.jra.go。jp。二千二十年二月二十二日閲覧。 abcdefghi, フェブラリー S 結果、払い戻し2020年2月23日東京11、R レース情報、netkeiba.com、2020年2月23日閲覧。ab, 2020年フェブラリーステークス j r a j r a j p 2020年2月23日閲覧。フェブラリー S、 モズ・アスコット・ここも鑑賞。史上五頭目の柴田アート両 GI 制覇。JRA ・レース結果競馬ニュースダッシュ NETKEIBA。Net com ニュース NETKEIBA。Net com。二千二十年二月二十三日閲覧。AB、フェブラリー・ S。矢作義人長教師実施機械 GI 三連勝。ヤフーニュース。二千二十年三月三日閲覧。 2着、ケイティ・タキモト氏、長岡は完璧。フェブラリー S 曲馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。2020年2月23日閲覧。フェブラリー S、ケイティ・ブレイブは、GI 初起乗となる、長岡義人騎手との初コンビ競馬ニュース。netkeiba.com。2020年2月23日閲覧。 中央競馬のためにならないツイート。ツイート。コースタティック2020年2月23日閲覧。netkeiba.com。ツイート。寝ときば2020年2月23日閲覧。netkeiba.com。ツイート。寝ときば2020年2月23日閲覧。a b c d e フェブラリエスレース後コメント。 モズアスコットシールメール機種ュ競馬 news-netkeiba.comnews.netkeiba.com2020 年2月24日閲覧 AB、フェブラリー S、最低人気、ケイティブレイブ、大健闘の2着長岡、あそこまで行ったら、勝ちたかったスポーツ日本2020年2月23日 2020年2月25日、閲覧 AB、フェブラリエ r y Ace、文字穴フレーバー地方税で最高6着、最後は力のあるところを見せたスポーツ日本。2020年2月24日、2020年2月25日、閲覧。ありがとうございます。